こんにちは、速稼塾の久保です。私の年代、40代、50代になってくると、なかなか就職が困難だというふうに言われます。でも実際どうなんですかね。リストラに会う方とかには申し訳ないし、転職を繰り返してもなかなか決まらない方には申し訳ありませんけども、私が仮に人を雇うとしたらね、一人雇って会社の利益が生まれるんだったら絶対雇いますね。例えば、5人雇いました。5人ともが会社に、例えば300万円ずつの利益をもたらしてくれました。でも給料はそれぞれね、50万でいいですよって言ったら、会社にとって人数かける250万の得じゃないですか。まあシンプルにこれだけじゃないですかね。でも給料はちゃんと持って帰るけども、自分のノルマをこなさない人っていうのは会社の資源を食い潰していくんで、優秀な人ももろともね、会社が潰れるっていう話になるんですよ。で、吉谷さんも言われてましたけども、私も同じ意見でね、非常に厳しい現実をちょっとお話しなければなりませんけども、私も会社の社長をやっていて、従業員を雇うことがありました。最大値で26人雇って、アルバイトも入れたら、やっぱりね、百数十人っていう時代がありました。店舗を20店舗とか持ってると、大体そんな感じになるんですよ。あと、私の預かり知らないところで雇われていた人がまだいてですね、多分200人ぐらい裾野まで広げるとなっていたんじゃないかなと思いますけども、じゃあね、この人たちが、果たして有能だったんでしょうか。もしくは私の教育をしっかりと受け止まれるような、そんなね、能力値あったんでしょうか。まあ本当に偉そうなことを言わせていただきますけども、吉田さんと同じです。私と同じ能力とか気遣いとか人柄、そういった熱意があるエッセンスが従業員200人を構成していたら、私の会社潰れることなかったんですよ。でも吉田さんね、営業時間内に教育して、しかも教育資料はこっちで作って、で分かりやすく伝えていく、こんな手間暇かけても育つ人ってほとんどいないんですよね。だって社員教育なんて大半の人がめんどくさいと思ってるわけなんですよ。社員教育ただで受けさせてもらってありがとうって思う人はなかなかいないんですよね。そういう人はバンバン育って利益を生む人間になるんですよ。そういう人材が育たないから会社は潰れると。もちろんそれは社長の人事の責任でしょって言われるその通りなんですけども、人には受け取る力量というのがありますからね。それですら雇った時が悪かったといえば悪かったんですよ。あとは人材にもっともっと投資しなければ人は育たないっていうこともあると思います。ですんで育つの、採用するのとか育てるのやめたんですよね。人間を育てるのってものすごく大変だって言い方したら優しいんですけども、バカバカしいとも言えます。人間を育てるのはね、人間には3種類のポジションがあってですね、言われてやるやつ、言われてもやらないやつ、言われないんだけどやるやつ、誰が欲しいですかってことなんですよ。これね、万人に聞きますよ。手取り14万の人もちょっと考えてみてください。言われなきゃ分かんないやつって必要ですかね。言っても分かんないやつって必要ですかね。それとも言わなくても分かってくれる人が欲しいですかね。この3つのうち選べるとしたら誰を採用しますかってことなんですよ。で、これ手取り14万の人に聞いてほしいんですけども、言われなくても自分のやるべきことをやれる人、言われなくてもノルマをちゃんと自分で設定してそれをこなせる人だったら、多分手取り14万になってないんですよ。厳しいこと言いますよ、これ。ビジネスの世界の話ですから。人格を否定するわけでも何でもないですからね。楽しく仲良く生きていきましょうっていう風な世界だったら全然いいんですよ。そんなね、自分で自分の設定をしなくても、言われなくてもやるみたいなことじゃなくても全然いいんですよ。でもことこれはビジネスの世界なんで、稼がない人がいるってことは稼いでる人から奪ってるってことなんですよ。で、会社組織ってのは一部の有能な人が稼いだものを稼いでない人に分配する仕組みなんで、みんなして同じような給料なんですよね。でもそれが能力給になってくると、できないやつとできるやつがはっきりするんで、みんな嫌がるんですよね。で、究極は一人企業なんですよ。一人で会社やって利益を上げれる人と、一人で会社やると経費ばっかりかかる人、もしくは全然商品が作れない人って分かれるんですよね。冷たい現実なんですけども、あなたはどちらですかって話になっちゃうんですよ。もしね、言われなくてもできる人、自分で自分のノルマをこなせる人がもし手取り14万だとしたら、それはその会社離れないと人を見る目がないんで、それは危ないですよ。でもそんなね、自分のノルマを自分で設定してそれをしかもこなせる人って
引っ張りだこですからね。それこそ70代になってもうちの役員で来てくださいって言われる人がそんな感じの人ですよね、と思いませんかってことなんですよ。手取り10万の人に物申すということで、ここからねまとめて言わせていただきますけども、自分が社長だったら誰を雇うんですかということなんですよ。高い給料を持って帰る人を雇いたいと思いませんか。年収1000万2000万の人を雇いたいと思いませんか。年収1000万2000万の人は会社の売上を1億2億立てる人なんですよ、ね、年収だけ持って帰って会社に対してのアドバンテージは、例えば年間で300万ぐらいしか売り上げ作りませんでしたって人に1000万払ってたらその会社は潰れるから、あなたは多分そういう人雇わないでしょ。だから自分自身が人を評価する立場になったらはっきりするんですよ、これは。で、吉田さんが言われたように人を雇う会社をやった経験で何が一番大きいかっていうと、従業員に搾取されてそのために働く孤立無援の社長の姿がそこにあるってことなんですよ、ね、社員は本当に心から心配して社長そろそろやって休んでくださいよ、早く帰りましょうよ、社長が帰らないと僕らも帰らないじゃないですかっていうふうにして仕事をやってるふりをするんですよ。いや、自分のやることが終わったと思ったら帰れよと、お前ら帰っても社長の目から見たら会社のやることってのは山積みだよと、お前らはそれを気づかずに言われなきゃ分かんない、言われても分かんない、だから帰れよと。でも俺は社長として言われなくても足りない部分が分かっているからそれやらないと帰れねえよって話なんですよね。で、ここに大きな差があるんですよ。社長ってのは会社の利益を追求しますが、従業員ってのは自分の利益を追求してるんですよ。自分の利益っていうのはいかに楽ができるか、いかに安全にできるか、いかに自分のプライベートが充実するか、そしていかに多くの金をもぎ取れるか、まあ、ですんで経営者が考えてることと従業員が考えてることは全く反対の方向向いてるんですよね。ベンチャー企業ってのはこれみんながね全体の利益を追求してるんで同じ方向に向かってるんですよ。だから急成長するんですよね。でも大抵は自分でやる自信がないから誰かに雇われたいわけなんですよ。雇われたら全責任は雇い主が持ってくれるし、自分の立場、自分の保証は雇い主が持ってくれるんですよね。でもちょっとこれも厳しいこと言いますけども、いくつになって人に面倒見てもらおうと思ってるんだって話なんですよね。もちろん一部の状況が仕方がない方はこれは除きますよ。でもビジネスの世界で身を削っていこうと決めたんだったら、失敗、ダメージは自分の全身で受けて、それこそね半身不随になるような、そんなねダメージをビジネスでは受けるってことを覚悟しないと、それが横着金を抱えるとか、なんか信用を失うってことなんですよ。失敗して二度と自分の商品買ってくれない、誰も寄りつかなくなった、これを全身で受け止めるからこそビジネスになると思うんですよ。その代わりビジネスってのはうまくいったら多くの人に褒めたたえられて喜ばれて物がいっぱい売れてね、でいろんなところで引っ張りだこになって金もいっぱい入ってくると、まさに仕事に合わせて自分の暮らしがあるんじゃなくて、自分の暮らしに合わせて仕事が寄ってくるって形ですよね。で、ここに自分でビジネスをする醍醐味があるわけなんですよ。私も今隠居暮らししてますけども、はっきり言って私のライフスタイルに合わせて仕事があるんですよね。でも多くの方は仕事があるからそれに合わせて住まいとか自分の生活とか決めてるじゃないですか。だからこういうふうに言うんですよ。いや、明日仕事だからなみたいな感じなんですよね。私は違うんですよ。仕事がある、生活がある、仕事を断るときに、いや僕の暮らしがありますんで、ですよ。それで通るんですよ。で、仕事を依頼してくる方はその人の問題が解決できればいいわけですよね。だから必ずしも朝8時から夕方9時まで、夕方9時とは言わないですね、夕方6時まで、そして残業して9時まで働く姿を求めてるわけじゃないんですよ。お客様からしても、ユーザーさんからしても、消費者からしても、私の労働時間が短くって、そしてパフォーマンスが大きい方がいいんですよね。私が何もね、額に汗して長時間労働してやっとの思いで成果を出しましたってことにありがたさは感じますけども、そこまでしなくてもっていう気持ちになっちゃいますよね。それよりかね、片手間で高い成果を出してくれる人に人は寄っていきます。というのが、仕事を依頼した人、依頼を受ける人、依頼を受ける人がどれだけ苦労したかを見たいわけじゃないんですよ。もちろん誠意の面ではね、一生懸命やってほしいってそういう姿を期待するところもありますけども、結局は30時間かけて答えを出してくれるような人に
お金を払うのと5分10分で答えを出してくれるのとどっちでもいいんですよ、ね、はいできましたってね簡単にやってくれる人だと次もお願いしたいんですよね。でも額に汗してああでもないこうでもないっていうね試行錯誤してやっと結果をもたらす人、まあ、それでも全然いいんですけども、ただお客さんっていうのは自分の問題解決できれば事業者がどういうふうに苦しんでようがどんなに手を抜いてようが答えが出ればいいわけですからね。だからどうしてもやってる方としてはその過程が大事だと思いたいわけなんですけども、結果が全てなんですよ。お客さんからしたら一生懸命やったけどダメでしたっていうものを求めている人はいないですよね。それにお金払う人はいないんですよ。相当なお人よしの人はお金払ってくれますけどね。でもあんまり苦労しなかったけどもはい答えが出ましたって言って満足度が高い方がそれはお客さんいいですよね。事業者がどう苦労したかじゃないんですよ。自分の問題をどう解決してくれたかが全てなんですよね。それが結果が全てってことだと思います。はい、ちょっとねいささか厳しいことを申し上げたような気がしますけども、これ私の気持ちではなくて世の中の現実だと思った方がいい、ビジネスの現実だと思った方がいいですよね、吉谷さんね。そしてここから余談ですけども、私3000万以上の借金をしましたけども、これね金融機関にも借りましたけども信用がなくなってからそういうところから借りれないじゃないですか。あとはね個人に借りてるんですよ。個人に対してこれ今までも YouTube で結構話したんですけども、ある人をねちょっと呼び出して2人っきりでね、俺金がないからちょっと貸してもらえる ?30 万とか50万ぐらいでお願いね、もし手元になかったら借りてでも俺に貸してっていうふうにお話するんですよね。でしかも返せるかどうかは分からないっていうふうにお話します。だからある時払いの催促なしでもしかしたら貸し倒れになるかもしれないけども、もしね今これから言う金額が出せないってことになったらこの付き合いもうやめよう。だから久保哲郎にいくら払ってほしくないんだってことを俺は求めているんだって、こんなね高圧的な借り方ですよ。でも出してくれなかった方は一人もいませんでした。その時ね私キャバクラ通いっていうのみんな知ってるんですよ。だからおそらくね久保さんはいつか何かをやってくれるはずだってずっと思ってくれたんですよね、なぜか。でその結果速稼塾がボーンとねブレイクして、その時にのしつけて恩返ししたわけですよ、まあ、だからね帳尻があったんですけども、ある種金を借りるってこういう大胆さなんじゃないかなと思います。私は返せないことを前提で貸してくれと、お金を貸すっていうのはあげるようなもんでしょってここまで言ったこともありますからね。だから貸せっていうんじゃなくてくれってみたいな感じですよね。まあ、そんな感じで私はお金を借り続けて、しかも追い銭って言ってね30万借りた人にあと50万なんとかなんないみたいなことも結構話しましたけども、まあ100万円前後でしたらねやっぱ無理して貸してくれましたね、うん、久保さんとの縁を100万円ごときで切るわけにはいかないっていうふうに言ってくださった方もいます。その時はまだ速稼塾ってコンテンツもない時代ですよ。まあ、ですんでね中には50万ねお預かりした人にじゃあ速稼塾のコンテンツでお返ししますみたいな感じで19万8000のコンテンツ上げて終わりって方もいますからね。随分ひどいことしたと思いますけども、ただやっぱり最終的にはいただいた金額以上にお返ししました。 1.5 倍から2倍多い方は3倍ぐらい返しましたね。そのぐらいしても私はもう本当に全然大丈夫なぐらいバッコンバッコンお金が稼げるようになりましたし、あの状況でよく俺を信用してくれたなと思って今でもね、本当に深く感謝してますね。そういう関係が築けるかどうかっていうのを私はすごくね自負してるところですよね。私はそれができたってことなんですよ。だから商品売れないわけないと思ってるんですよ。キャッシュフロー的には事業者を信用してお金を貸す、もしくはお金を預ける、もしくは商品を買ってお金を支払う、これ全部一緒だと思いますからね。だからキャッシュインっていうのは別に理屈は何でもいいんですよ。借りようがもらおうが商品の代金として、振り込まれようが全部同じですからね。私はそのぐらい大胆にやってましたね。まあ二度とできないですね、そんなことはね。あの時の私だからできたんですね、きっとね。まあそんな感じで借金の額は曖昧だったわけなんですよ。帳面つけてるわけでもないですしね。だから2800万まではまあまあカウントしたんですけども、蓋を開けてみたら3000数百万になっていたっていうのは、まあ隠居暮らししてからね分かったんですよね。支払いのこう順番に支払っていって、あ全員支払い終わったなって感じで、ね、その時思ったのはなんか結構返したなみたいな感じですよね。結構なくなったなみたいな、ちょっと気前よくのしをつけすぎたところもありますけどね、うん、だから 1.5 倍払いは良かったけど3倍払いはなかったかなと思いますね。さすがにかっこつけましたよ、本当に浪費しちゃいました。はい、ところで、手取り14万の人へのメッセージということで今回の動画お送りしましたけど、いかがだったでしょうか。ちょっといろいろとね無礼な言い方したところは本当申し訳ありませんでした。